はいさい、今回は豊見城市にあるオリオンエコチュラサンビーチに来ています。でですね、まあ、今日うっすらね雲も多かったりするんですが、まあね、雲が薄いおかげで、まあ、太陽も若干ね見えてる感じなんで、まあまだ最近の沖縄では比較的晴れてる方かなということで、豊見城、豊見城までねやってきた感じです。でちょうど海の方角は青空が広がってるんでね、まあ、そこまで鮮やかな海が見れてるかって言ったらそうでもないんですが、まあ、それでもいい感じのね青い海がね見れてると思います。というかまだね9時半ぐらいなんですよ、午前なんでね、太陽もそこまで昇ってないんで、言うてもね、まだ朝の時間なんで、朝にしてはまあこれだけの青い海がね見れるといいのかななんてね思っています。今ちょうど太陽降って暑いな、今日風は吹いてるんですが、それでもやっぱりね日差しが出ると12月、そろそろ12月になりますよっていう式でも暑いですね。綺麗ですね。あ、相変わらず飛行機も、意外とね、このね、チュラサンビーチもそうですが、ね、糸満のビルビーチも飛行機はよく飛ぶんですが、真上を通るときとね、今みたいに海側を通るコースで、それによってね、音が全然違う。今回ちょっと離れてたんで、静かでしたね、比較的。で、なんだろう、なんかね、海が濁ってますね、これ多分ね、まあ透明というかカメラで見ると、え、綺麗じゃんって思うかもしれないんですが、リアルというか間近で見るとなんか白濁りしてますね。白く濁るのはね、波風とかの影響でだと思うんですが、まあ、決してね海が汚いわけではなくてね、ちょっと乳白色的なね白濁りしてるような感じがします。実はこの白く濁るのがね、遠くから見た時にコバルトブルーというかね、スカイブルーというかエメラルドブルーというか、いい感じにカメラで映ったりするんですよね。マジ綺麗だな、カメラ越しに見ると綺麗だ。リアルももちろん綺麗なんですが、カメラ越しでもね十分チュラサンビーチの海の綺麗さがねお届けできるんじゃないかなと思っています。よいしょ。でも11月の後半なんでね、おそらくですが遊泳はねもうできないと思うんですよ。確かね、チュラサンビーチとかマリンアクティビティはもうちょっとできたような気がしますね。もちろん予約してたったりするとは思うんですが、詳しくはね、チュラサンビーチのホームページとかね電話番号を見て連絡してもらえればいいかなって思っています。どこか音楽が流れるよ。海浜公園のところでライブでもすんのかな。音響のテストしてました。急に音楽が流れたんでなんだろうと思って、もしかしたらそろそろここで何かライブか祭りかな。
っとした野外劇場みたいな雰囲気になってますね、東京で。これ映せばよかったな。で、やっぱね、雲に太陽がかかっちゃうと、まあ、どうしても冬っぽい海な感じになりますね。さっきまでの映像とはね、ちょっと違う雰囲気になってるかもしれないね。そして今風がちょうど吹いてるんでね、ボボボボしたかったかもしれないですね。今日もね、一応ね、外部マイクつけてるんですが、なんだろうね、どうやってみんな撮影してるんでしょうね。外海の方が綺麗ですね、青くて綺麗だよね、これ十分に。このね、秋っぽい空もいいですよね、薄い雲の。ちょっとやっぱり太陽が白くなっててね、あんまり鮮やかさがないんでね。そしてね、僕がこちらさんビーチ来てからもうすでにね、3、4期目のここに今日は到着するんですよ。もうね、今回のハロウィン飛行機ちょっと追いかけようか。那覇空港が本当に近い場所にあって、まあ、こんだけ近ければそりゃ飛行機もバンバン飛んでるよねって感じがするぐらい近いんですよ。まあね、さすがに遊泳区域はもうね、多分10月いっぱいでね撤去したと思うんで、遊泳ができなくなって、おそらくねそろそろ1ヶ月が経とうとするような位置なんですが、それでもやっぱりね、利用者利用のために行きたいね、朝のウォーキングとかね、というわけで今回は美しのオリオンエコチュラサンビーチからねお届けしたんですが、まあね、最近僕が頻繁に口癖のようにね言っていることがあって、この僕の YouTube チャンネルが、まあ、900人を突破してて、年内に、ね、あと1ヶ月でね1000人行けばいいんだけれど、まあね、1000人チャレンジというか、今年中にね収益化ができればいいなということで、定期的に最近はよくチャンネル登録してくださいっていうのをね、促してるんで、今日も、ね、まだチャンネル登録してないよってね人がいたら、ね、登録してくれるとありがたいです。というわけで今回は千葉さんビーチから沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。バイバイ。